こんばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日はゴーヤとナスの味噌炒めです。ゴーヤは縦半分に切って、中の種と綿をスプーンで取り除きます。気にならなかったらこのまま食べても OK ですけど、口に触ると気持ち悪いので私は取ります。で、薄くスライスしていきます。で、軽く塩もみをします。で、ナスは縦半分に切って1センチ幅ぐらいに切っていきます。玉ねぎは薄くスライスします。味噌だれを作ります。水 50cc、 砂糖大さじ1、味噌大さじ1、みりん大さじ1、酒大さじ1です。で、しっかり混ぜ合わせます。で、塩もみしておいたゴーヤをさっと水洗いします。フライパンにごま油を熱します。で、ゴーヤをざっくり炒めます。から、玉ねぎとナスも入れてしっかり炒め合わせます。全体に火が通るようにしっかり炒め合わせます。で、全体に火が通ったら鰹節を入れます。で、またざっくり混ぜる炒め合わせます。で、味噌だれを入れて、全体に味がなじむようにしっかり炒め合わせていきます。で、全体に味がなじんだら出来上がりです。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。インスタとブログもやってるので概要欄にリンク貼っておくので、よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。